うん、やみつくなっちゃったさ、レンジでさ、はい、まだね、その頭も元気いっぱい。え、いや、笑ってやってると怪我するよ、ほんと。最後、暴れるか。じゃあ、りょうちゃん、来てお願いします。はい。はい。うん、あそこの番台まで行く。うん。足元一番レース後でいいかも今回。うん。すいません、著作権の関係上、後で僕徴収します。細かくして長沼さんだけ。え、後で、あら、記念、ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあ、坂東牧場行って働いていきます。はい、うん、はい、出発しますよ。おじゅうくん、最後のお別れです。最後のお別れです。おじゅうくんの晩車の中です。大丈夫。うん、怖い。とりあえず今日無事に、無事というか、まあ、送り出す。どうしても今の気持ちというか、うん、終わったばっかりとあれですけど、まあ、今はまあ仕事も次から次へと仕事もまあ次押してたから、まあ、まだ仕事中なんであれですけど、まあ、これで仕事が終わって時間が空いた時に、まあ、込み上げてくるのかな。
僕は逆に今は寂しいですね。時間経てば、まあ、いっぱいいろんな馬乗って仕事してくれば少しずつやられてくれるかな。やっぱりまあ実績もそうですし、石上ジョッキーにとってはスペシャルというか、そういう本当に特別な馬で、うん、はい、改めて最後のレース私見てて、本当最後オジュらしさ4コーナーでちょっと見せたなという感じは。そうですね、最初の大きさ飛んで、あの2回目の大池垣飛んだ後ぐらい、先ぐらいまではあ勝てるかなと思ったんですけど、まあ、西のデイジーがちょっとこう突き放す展開になって、あちょっと厳しいかなって感じだったんですけど、まあ、最後のバンケット登ってもう一踏ん張りしてくれたんで、あーって思ったんですけど、まあ、最初障害飛んで、あ勝ちはないかと思って、まあ、あとはもうじゃあ完走してほしいなって気持ちでした。そのレース見て完走というか、まあ実際はバスの中だったんですけどね、まあ、とにかくあの、まあ、勝ちに越したことはもちろんないんですけど、あの子がもう無事にっていうのが第一だったんで、まあ、無事に元気よく本当に帰ってきたんで、でまあ、パッと見た瞬間歩様も乱れてなかったし、そしてまあ外傷らしい外傷もなかったんで、まあ、本当一番いい形で終わらせたんじゃないかな。よく言えばね、それはまあ勝ちたいのはみんなどのままそうですし、11頭をそう思って作ってきてるわけですから、そんなに甘くもないですし、まあ、ここは勝った馬を褒めてあげた方が、うん、まあ、引退式は多くのファンが本当に残ってくれて、すごくいい雰囲気の中で、うん、ありがたいですね、うん、ありがたいですね、本当に本当スターですね、大スターですね、おじゅう。あの、ね、引退式でも多くのファンが見守ってくれたように、はい、これファンの応援まで、ね、はい、最後まで、あの頑張ってくれたおじゅうとファンに向けてちょっと一言よろしくお願いします。あ、長い間応援ありがとうございました、引退式も大勢の人が大勢の人に見守っていただき、本当にありがたいと思っています。まあ、でもまだ障害が終わったわけではないし、僕はまだ現役で、バリバリ頑張っていきたいと思ってますので、来年また障害会、応援よろしくお願いします。